こんにちは、こんばんは、ゆうなです。なんと第2弾大型アップデが4月19日明日ですね、明日に決定しました。イエーイ。しかもこれね、急に発表されて、まあ一応今日4月18日カプコンチャンネルでね、公式放送があるので、その中で大型アップデートについて語られるかなと思っていたんですが、なんと今日それに先駆けて発表されました。はい、そして今回アップデートで追加されるモンスターはこちら、マムタロト。マムタロトってなんか可愛い名前でね、なんかタルトみたいで美味しそうなんだけど、まあそれは置いといて、すごいキンキラキンでね、もう派手な見た目で、これね、巨大な古竜って書いてあるんだよね。古竜らしいです。その生態やまとっている金属は個体ごとに違いが見られるようだということで、これはラドバルキンとかウラガンキンみたいに、もしかしたらもうすごくでっかいしさ、もしかしたら採掘できたりとかするのかもしれない。まあやってみないとわかんないんだけど、機械が訪れた際には徹底した調査を行いたいと書いてあるんですよね。で、この機械が訪れた際にはという自分がちょっと気になるんだけど、ゼノジーバみたいにランダムでね出てくる、もしかしてクエストになるのかな、この一文では分かんない。私はそんな風に思いました。別名乱気流と呼ばれているということです。いやー、本当にどんな感じなのかすごい楽しみ、本当に楽しみ、早く早くやりたい。はい、そして今回新フィールドとして地脈の黄金鏡というのが追加されるそうです。マムタロトと戦う時にはこの新しいフィールドでね戦うということなんですが、公式のムービーを見た時に、この左側のね環境生物、見たこともない環境生物とか、右側の方に大砲があったりしたんですよね。まあ巨大古竜ということで、この大砲を使ったりだとかしていくのかなといった感じです。まあ、このステージなんですけど、ゼノジーバの時みたいなその単独のステージなのか、それとも探索で行けたりとかするのか、それっていうのはまあ今日の夜ね、カプコンの公式放送もあるので、そこでまたね触れるんじゃないかなということで、そこのところも注目してちょっとカプコンの公式放送をね見ていきたいなと思っています。新たな装備の生産や強化が可能になります。マムガイラアルファシリーズ、ベータシリーズ、マムネコアルファシリーズ、マムネコアルファシリーズめっちゃ可愛いなんかすごい可愛いんだけど、そして鑑定武器も追加っていうのは、これホームページに、公式ホームページに鑑定武器も追加というような、一文が載っていたんですけど、これの詳細についても公式の今日の配信でちょっと触れられるんじゃないかなということで注目ですね。鑑定武器、どんな武器なんですかね、強い武器かな、ここもすごく楽しみです。はい、暁の物資チケットというのがあるんですけど、暁の物資チケット集めてお供装備も作れるそうです。お供装備ムサネコアルファシリーズですね。そして念願の重ね着装備も追加されます。これは特別調査マムタロトに関わるクエスト、地母神の豪奢なる宴をプレイすると暁の武士誉れ、サビ弱のなんかちょっとわかんない、どっちかわかんないんだけど読み方ね、各部位を獲得できる納品依頼がオープンします。納品依頼をクリアして新たな重ね着装備を手に入れようということなんですけど、もうこの装備さ、私ダブルクロスやってたんですけど、この女の子の装備ね、これ私多分持ってたラオシャンロンの装備じゃないかな。ダブルクロスやってた時にこのラオシャンロンの装備配信もしてたんだけど、桃太郎の装備みたい、桃太郎みたいじゃない私みたいなことを言ったのを覚えてます。多分ちょっとすごくラオシャンロンの装備に似てるかなと思いました。はい、また今回のアップデートで主な機能の追加、仕様の変更などがあります。まあざざっとこんな感じであるんですけど、この中で気になったのが、歴戦個体のモンスターに対して閃光玉を複数回使用し、効果時間が徐々に低下した結果、最終的に閃光ダメージが無効になるように仕様変更しました。はい、この一文ですね。この変更によって歴戦個体の難易度がちょっとかなりアップするんじゃないのかなと思います。まあこれによって閃光ハメとかもねできなくなっちゃいますしね。あと閃光をちゃんとしたタイミングで使わないとちょっと無駄になっちゃう、もったいないことになっちゃうので、閃光を使うタイミングもしっかり見ていかないといけなくなりますね。まあ、あと個人的にはツタをね増やせるように、
植生研究所でツタの葉をね増やせるようになったっていうのはね、やっとかみたいなところはあります。ありがとうございます。あとは報酬系ですね。危険度、1の報酬枠から風化した種が配置されるようになった。あとは2でも輝く龍脈石が配置されるようになった。で、危険度3ではより以前よりも輝く龍脈石が排出されやすくなったということで、輝く龍脈石、やっぱね、自分の武器に対応する龍脈石をなかなかゲットできてない人もいると思うので、この変更はありがたいかなと思う。はい、ということで今回、第2弾のモンハンワールド大型アップデートの内容をザザッと見ていきましたが、いかがだったでしょうか。本当に早くプレイしたい、めちゃくちゃ楽しみ。モンスターハンターワールドの、カプコンの公式チャンネルね、ちょっと、また追加情報があると思うので、また、その時間はモンスターハンターワールド公式チャンネルを見てみようかなと私も思っています。本当ね、このマップもフィールドもね、この探索で入ったりとかもできるのかとか、鑑定武器の詳細についてとか、本当にもっともっと知りたいことがたくさんなので、これは見逃せないなと思っています。これはアップデートが来たら速攻やるしかないですね。いつも通りだったら多分朝の9時なんじゃないのかなと思っています。ご視聴ありがとうございました。また次の動画、また次の配信でお会いしましょう。ゆうなでした。バイニャン。